初めまして、おはようございます。私たちはですね、玉村町で、結成した、ウクレレのデュオユニットと言っていいのでしょうか、ハピタマという名前で、活動しています。今日は朝一に初めて、出演をさせていただきます。今日は、ハピタマとしては、まあ、2曲ちょっと歌わせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。玉村町地域おこし協力隊というのがあるんですね、はい、そうなんです。そういうので玉村町の PR のお仕事をしてくれています。そうなんです、ね、いろんなところでね、まあ、歌も通しながら、はいはい、どんどんね玉村を PR していってもらえたらと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この後玉村のねキャラクターの歌とかも一緒に歌ってくれたりしますので、よろしくお願いします。はい、ではまずハピタマで花水木お届けします。お願いします。雪なさ
した花見つけ、なかなかね私たち2人でしっとりなんて歌えないんですけどね。そうですね、初めからしっとりしちゃいます。はい、じゃあハピタマはね最後になります、はい、優しさに包まれたならという曲をお届けします。はい、どんなエピソードがあるかねなんてね話をしてたんですよ、はい、これ魔女の宅急便というねジブリの映画の曲なんですけど、うん、この時私中学生でねっていう話をしてたらね、なんとまあ想像つきますね、はいはい、生まれてませんでしたね、まさかの、はい、まあ、そんな思い出深い優しさに包まれたならおしまいにして、その後ミティクザキッズに登場してもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします